せっかくジム行ったのにピザ食べたら意味ないね。ああ、ジム行ってんだ。ねえ、私のこと好き？本当？本当。エッチしたかっただけ？違うよ。何言ってんの。じゃあ、なんで電話無視すんの？忙しかったんだよ。締め切り近かったから。私たち付き合ってるよね。じゃあちゃんと告白して。もう今日じゃなくていいから。するよ。こいつら何考えて毎日生きてんだろうな。人それぞれじゃない？こいつらさ、全員死んでも俺悲しくもなんともねえな。私も悲しくないと思うよ。私そろそろ帰らないとお父さん心配するから。さっき帰っていいよ。なんで？悪いやつがいないかさ見張んないといけないから。何それ。フフフ。